コンパクトシティ、コンパクトシティとは、都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると、同時に、中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な初機能が近接した効率的で、持続可能な都市、もしくは、それを目指した都市政策のことである。類似した概念としては、アメリカにおけるニューアーバニズムや、イギリスにおけるアーバンビレッジなどがある。日本の都市は、 高度成長期を経て、拡大を続け、政策的にも、郊外の住宅地開発が進められてきたが、大規模小売り店舗法の改正などもあり1990年代より、中心市街地の空洞化現象、ドーナツ化現象が核、で顕著に見られるようになった。特に鉄道網の不十分な地方都市においては、自動車中心社会、車社会に転換し、巨大、 ショッピングセンターが作られ、幹線道路沿線には、全国チェーンを中心として、ロードサイド型店舗や、ファミリーレストラン、ファーストフード店などの飲食店が出店し、競争を繰り広げるようになった。また商業施設のみならず公共施設や大病院も、広い敷地を求めて郊外に移転する傾向が見られる。一方、旧来からの市街地は、街路の整備が不十分で、 車社会への対応が十分でない場合が多い。昔から身近な存在であった商店街は道路が狭く渋滞している、駐車場が不足している、活気がなく魅力ある店舗がないなどの理由で敬遠されて衰退し、いわゆるシャッター通りが生まれている。古い市街地は権利関係が錯綜しており、再開発が進まなかったことも一因である。郊外化の進展は、 既存ののの市街地の衰退以外にも多くの問題点を抱えている。こうした課題に対して、都市郊外化、スプロール化を抑制し、市街地のスケールを小さく保ち、歩いて行ける範囲を生活圏と捉え、コミュニティの再生や住みやすい街づくりを目指そうとするの、コンパクトシティの発想である。1970年代にも同様の提案があり、 都市への人口集中を招くとして批判されていたが、近年になって、再び脚光を浴びるようになった。再開発や再生などの事業を通し、ヒューマンスケールな食住近接型街づくりを目指す、ものである。交通体系では、自動車より公共交通のほか、従来都市交通政策において、無視に近い状態であった自転車にスポットを当てているのが特徴である、とっと、 公共交通志向が高いはず。自治体がコンパクトシティを進めるのには、地方税増収の意図もある。例えば、地下の高い中心部に新築マンションなどが増えれば、固定資産税の増収が見込まれ、また、都市計画区域内の人口が増えれば、都市計画税の増収も見込まれる。すなわち、同じ自治体内の郊外から、中心部に市民が住み替えるだけで、 地方税の増収につながることになり、経済停滞や人口減少が予想される自治体にとって、コンパクトシティ化は有効な財源確保策と見られている。札幌市、稚内市、青森市、仙台市、富山市、豊橋市、神戸市、北九州市などの各市は、コンパクトシティを政策として公式に取り入れている。 市街地の拡大による除雪費用の増大が問題となっていた青森市では、郊外の開発の抑制と新町を含む中心市街地の再開発を施策とし、公営住宅の郊外から中心部への移転などを行っている。また、富山市の場合、もともと発達していた富山地方鉄道の中心市街地を通る路面電車もを拡張して、環状線化し、駅も増やして、 貸しし自転車駅を併設するなど、意欲的な姿勢を見せている。さらに新築中の富山駅を経由して、駅北部の路面電車網と直接連結することを予定している。また、岐阜方面からの集客力を強化するために、高山本線の増発や臨時駅設置の社会実験も行っている。比較的規模の大きい地方都市では、近年、中心市街地の地下の下落や、 工場の移転等に伴う都心部へのマンション建設による人口の都心回帰というコンパクトシティの方向への自然発生的な変化もられる。国土交通省もコンパクトシティを目指すべく政策転換を進めている。1998年制定の町づくり3法、改正都市計画法、大規模小売店ポリッチ法、 中心市街地活性化法が十分に機能しておらず、中心市街地の衰退に歯止めがかかっていないとの問題認識から見直しが行われ、そのうち都市計画法、中心市街地活性化法が改正された2006年6月、2006年8月、施行。この改正については、福島県などで問題になった郊外への大型量販店やショッピングセンターの立地抑制に、 狙いがあるのではないかとの批判がある。コンパクトシティへの動きが目立つ一方、以下のような課題も多い。青森市の場合、郊外の住民に住んでいる不動産を売却してもらい、その売却駅で中心部の住居、主にアパートやマンションを買ってもらう計画だったが、もっとも郊外の地域では改定がつかなかったり、売却駅が安すぎて中心部の住居が買えず、しかも住民は、 一方的に自治体からその計画を言い渡されて何の保証も得られていないという問題が出ている。また、青森市が関わって中心部に作った商業施設には入居する店舗が少ない、撤退する店舗が相次ぐなど、青森市の思惑通りに行っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。